北方領土問題の解決もにらんだロシアとの経済協力について日本政府はおよそ30の事業を優先的に具体化することで合意しましまた合意内容について世耕ロシア経済協力担当大臣は日ロ首脳会談に向けて有意義かつ重要な準備ができたと自信を見せました。 平和条約交渉のですね大きな重要な土台になっていく会談の環境を良くしていくことにはつながっていくのではないかというふうに思っています日露両政府はおよそ30の経済協力事業に優先的に取り組みますロシア側が重要視するエネルギー分野では石油合戦の開発や東京電力福島第一原発の廃炉で協力します一方 日本側が慎重姿勢を見せていたサハリンから送電線を日本につなぐ構想については、経済性などに課題があるとして、今後も研究を行うとするにとどめました安倍総理は世耕大臣にプーチン大統領への親書を託すなど、来月の首脳会談に向け、日ロ関係の発展に強い意欲を見せています。